田中英語嫌なら武田英語、これからアイレッツの勉強を始める人これだけ見てというテーマでですね、今回はやっていこうかなと思うんですけれども、今回もアイレッツ講師の日部先生お呼びしております。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。これから留学のためにアイレッツが必要なんだということでね、アイレッツの勉強を始めるぞっていうふうに思っている方いるかなと思うんですけれども、何から始めたらいいのかわからないっていうね人結構多いと思うので、まずはこの動画で紹介することからやっていってもらいたいなと思うんですけれども、何からって言ったらいいですか。まずはですね、時間の確保ですね。アイルツってのは各種ある、その中でもやはり難しいレベルのものですので時間がかかるっていうことはもう必須ですよね。そうですね。どこから始められるかっていうその方の現状のレベルにもよるんですけども、やっぱり経験上だいたいスムーズにいっても半年ぐらいは時間はかかるし、場合によったらまあプラス3ヶ月ぐらいとかもあり得るかということなので、非常にまあ時間が長いプロセスであるよってことは覚悟していただいて、長期戦に備えるという心構えというか、それがまずは前提条件ということになります。1ヶ月やそこらじゃダメだよということですね。そうですね。だからよく巷にある夏休みの集中講座とか、これはもちろん参加していただいても OK なんですけれども、こういう方で効果が出るのは事前にある程度勉強が進んでる方ですね、最後の腰投資として受講される分にはいいかと思いますけれども、最初から集中講座に上がってスコアが上がるっていうのはこれはまずないので、長期的なスパンで考えていただくことが必要かと。はい、あとは毎日やっぱ勉強しないと忘れてっちゃうと思うんでね、そういった意味で毎日勉強時間を確保するっていうことですよね。そうです、やっぱりうまくいく方っていうのは自分の生活の中で、学生の方にしろ社会人の方にしろ、普段やってることをちょっとこの間はやめておこうっていう覚悟ですよね。やはり何かこう優先順位をつけて留学とか重要であるからアイルズの勉強に特化するんだったら、じゃあこれは諦めようっていう自分の人生の中で重要なことですね、優先順位をつけていただくっていうことも重要かなと。なるほど、なるほど。それが2つ目の優先順位をつけるっていうことですね、では3つ目、これはですね、ネットの情報ですよね。いろんなテストの情報は溢れてますけど、アイルズの情報っていうのも本当にたくさんあるんですけども、私も仕事柄いろいろね拝見はするんですけども、もちろん誰が書いてるかって分かるのもあるんですけど、正直言ってこれ誰が書いてるんだか分からないよっていう自分の経験談とか、ちょっとビジネス的な要素が混じったサイトとかいっぱいあるんで、本当にこれが自分にとって役立つ、自分のレベルに合ったことをこのサイトが書いてるかどうかっていうのはちょっと分からない場合もあるんですね。一見受験者の視点から書いているんだけども、実はもう上級の語学レベルの方が書いてるかもしれないので、これから始める方にとってその情報が自分にとって合ってるかどうかっていうのは慎重に判断されておいて、非常に情報が多すぎる、そこはちょっと注意点かと思います。じゃあ情報に惑わされないようにしましょうと、信憑性を見抜くのが大事かと思います。じゃあ誰を信頼したらいいんだっていうところになってくると思うんですけれども、4つ目のポイントですね。はい、これはですね、他の英語のテストでもあるかもしれません、ネイティブ進行ですよね、確かに詳しい方もいるんですけども、私から見て、あ、この人本当にこのテストに精通してるっていうネイティブスピーカーの方っていうのはやはりかなり数が限定されてるっていう印象を受けます、なので皆さんが何かしらサービスを使うときには、このネイティブスピーカーの講師っていう方がいても、本当にこの方がどこまで詳しいかっていうのはちょっと一歩進んで確認した方がいいと思いますんで、例えば何かしらこういうサービスがですね、無料のトライアルとか制度があれば一回試して、どこまでこのねネイティブスピーカーの方が詳しいか、いろいろ自分で質問を投げかけてどこまで答えてくれるかっていうことを確認することも重要かと思いますね。なるほど。あとは今から勉強始めるよっていう方だと、それを英語でするのは難しいみたいな人もいるかもしれないんですけど、そういう場合はどなたを信頼したらいいですか。そうですね、私も自分がやっぱり勉強するときに、日本人の講師の方を信用してやっていたという記憶がありますね。なのでアイルズに関しても同様で、 X と呼ばれてる Twitter アカウントでも情報を発してますし、あとはこちらによく登場する小谷先生からも非常に頻繁に情報を発信してますし、こちら武田塾イングリッシュさん のルートの中にですね、彼の書いた本というのも入ってますので、小谷さんも結構非常に信頼を受ける方だと思います。あとは島津さんですよね、彼も非常にアイルズ関係の著作もたくさんあるし、非常にいい情報を発信してますので、結構日本人の講師の方でもアイルズに詳しい方ってたくさんいらっしゃいますので、そういう方の情報も同時にちょっと活用していただいた方がいいかなと思います。じゃあちょっと3人の出てきてないけどX の、ね、情報を並べておきますんで、なるほど、思いますね、皆さんフォローしてください、じゃあ次のポイントをお願いします、これ若干受けがちなんですけども、模擬試験をですね一回活用していただいた方がいいと思います、全部4技能が揃った状態のものなんですけども、理由としては自分の経験もあるんですけども、お昔に TOEIC を初めて受けた時に、あれ2時間ですね、
よね、うん、ですけど私それを受ける前っていうのはもう参考書使って細切れの勉強しかしていなかったので、2時間ずっと問題に集中するってことを全くやってなかったので、本試験を受けた時にすごくびっくりした経験があったので、うん、とても集中力が持たなかったっていうのが非常にまあ後悔した点なんですね。なのでもうどんなテストでも最初に受ける前には本試験と同じ長さのものを使ってこう集中力を鍛える訓練をしてますので、うん、皆さんにもしていただきたいという思いがあります。アイレス長いですもんね。そうですね、合計で言えばまあ4セクションまとめると2時間45分とかそれぐらいなので、うん、もちろんねそのセクションの深掘りをするにはいいんですけども、うん、2時間45分ずっと頭を使い続けるっていうには普通の勉強の仕方だとちょっと足りてないので、模擬試験を活用していただいて集中力をつけると自分がねアイレスというテストの世界においてどこのポジションにいるか、スコアが下なのか、はい、意外と中ぐらいなのか、うん、自分の位置のポジションを確認するためにも模擬試験というのは使っていただいた方がいいかなというふうに思います、うん、模擬試験というのは何種類か出てますけども、うん、スピーキングとライティングに関してね、残念ながらスコアを出すということがちょっと難しいので、うん、もしきちんとしたスコアを出したいんであれば公式のプログレスチェックテストというですね、アイルツの IDP さんが主催しているサイトでまあ購入が可能な模擬試験オンラインテストがあります。きちんと全セクションスコアが出ます。公式の団体が再建しているものなので、まあ、結構そこそこ正確な数字が出ますし、値段が50ドルだから本試験に受けるよりもだいぶ安いので、本試験で無防備に突っ込んで痛みに遭うよりはこちらでね安い値段で試していただいた方が本試験に対するいろいろ心構えもね、うん、できるかと思いますので、こちらも活用していただくとよろしいかと思います。確かにこれは絶対使った方がいいですね、はい、うん、ということで今回はですね、アイルツ講師の西部先生にですね5つやってほしいことを説明していただいたんですけれど、武田塾イングリッシュの無料カウンセリング行くっていうこともちょっと最後お勧めしたいなと思います。やっぱり長期プランであるよっていうことも自覚していただきますし、どういう風なステップを踏んで勉強していったらスコアが伸びるのかっていうことが明確になります。優先順位もね、武田塾イングリッシュの方で今はこれよりもこれを優先してほしいですっていうアドバイスもできますし、アイルズに詳しい講師がちゃんとね正しい情報を配信してますんで、巷にある情報に惑わされなくなりますよと。そして模試をね活用しましょうとかね、こういう教材を使いましょうといったアドバイスもしているので、アイルズをこれから受けるよっていう方はぜひ武田塾イングリッシュの無料カウンセリングに申し込んでみてもらえると嬉しいです。オンラインと対面でやってます。概要欄に申し込みフォームもねあるので、ぜひそちらから確認してみてください。ということで今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。